本日は8月7日の朝7時の相場解説になります。まあ、昨夜大まかな方策はやりましたんで、今日は1時間足だけ見ていきます。このようにですね、横ばいになりましたね。横ばいになったのはその通りかなと思います。ここから続いてますね。で、ここはここですね。うまいこと本当レジサポで入ってるんですよ。で、この後これが上にブレイクするのか下にブレイクするのかを見極めてそちらの方についていくという形になります。はい。まあ投資はね、本当学ぶことが結構多いですね。特にリスクヘッジですよね。その投資に当てた資金がなくなっても大丈夫なのかどうかってことをいつも確認すると、あ、自分がギャンブルになってるのか、それとも投資額になってるのかっていうようなね、ことがわかると思います。まあ本当にね、学ばないと何も進まないですよ。超過半過なんてのは1万回やっても全く無意味ですからね。また超過半過ですからね。でも投資学学問を続けていくと、高い確率で意識して結果を出すことができるようになります。 FX はね、投資の基本の基本の基本ですから、まあ投資をね、何を置いてもまず FX、 もうこれにつきます。で、 FX がまあマスターできると、どんな投資も勝てます。ただ FX できないのに他に行ったところで、まあ超反博打ですよ。 FX ごとき手に負えないようだったら、何をやってもそれはダメですね。まあそういうふうに私は思っております。本当にね、自分の力つけていきましょう。それでは本日は以上です。